パーチャマでございます。イフとは育成系チャマでございます。ということで1ヶ月ぐらいが経ちましたかね、始まってから。で今日お伝えしたいことは、この1ヶ月で私いっぱい試合して、イフトってこういうもんだよなっていうのが初期の頃からガラッと変わりました。でそれが分かりやすい選手っていうのがいます。それがロマーリオです。こちらロマーリオちゃんね。このロマーリオちゃん、実は僕その引き継ぎ特典で初日から持ってたんですよ。で今回イベントできたロマーリオちゃんと、どうそのなんていうの、育成、当時の育成と今回1ヶ月かけてこのゲームではこれが強いっていう感じが変わった育成、どう違ってくるか、まとめてちゃんと伝えられてます？これ伝わってなかったらごめんなさいね、謝ることしかできません。ということでとりあえず僕が開幕初日からゲットして育成したロマリオちゃんと1ヶ月経った僕が育てたロマリオちゃんの能力を比較していきたいと思います。まずこんな感じです。もう全然違います。左が昨日取った1ヶ月後のチャマが育てたロマリオで、右が開幕初日に育てたロマリオです。見ていただくとボールコントロールが92、ドリブルが89、ボールキープが93と、ボールを扱う能力を育ててます。で瞬発力は下がってますというか、まあ開幕の時は上げてますという感じでございます。そして何より見てください、チームスタイル適正、私今回のロマリオちゃんは全部70にしました。で初期のロマリオは悩みながら、多分ショートカウンターとロングカウンターが強いんじゃないかなと思って99にしました。だからその分能力に触れたっていうところはでかいんですけども、今回はこんな感じになってますということで、でこれね、育成するときに僕は考えましたよ。ロマーリオに何をしてほしいか、この能力見たときに、まあ単純にね、クロスゲーはないよね、ちっちゃいから。ロマーリオ背がちっちゃいと、っていうことはボールをねこうターンするとかいろいろ動くときに、ボールを扱う範囲っていうのが狭いと。だから狭いところでもいっぱいプレイできるっていうのがロマーリオの特技なんだなと。で裏抜けとか、その用意どんでかけっこするっていうのも、まあ、できはするんですけど、それじゃないだろうということで、このボールコントロール、トラップのうまさが際立つボールコントロールで、ドリブルっていうのはトップスピードで、まあ、トップスピードじゃなくてもですけど、まあ、分かりやすく言うとダッシュボタンを押しながらトップスピードでドリブルしてるときに方向転換してもある程度の角度であればスピードが落ちない。もちろん真後ろに入力とかしたらダメだけど、ちょっと角度変えるぐらいだったらスピードが落ちない。これがドリブルで、ボールキープ、これは低速ドリブル時に素早く動ける数値です。だからダッシュボタン押さずにコネコネするときに違うと。だここで言うとロマーリオは狭いところでトラップでボールを収めてシュートまでいける、スピードを速くする。でさらにドリブルでスピードがない分、スピードがそんなにないんですよ、83、85と、そんなにない分ドリブルを上げることによってこの角度をつけて相手を揺さぶると。でこのゲームでは結構感性、こっちに走っててこっちに行こうと思ったらキュッとはいけないでしょ、グググよいしょグッて走るんで、このこういう揺さぶりをディフェンスがかけられたら、あ、どっちかなって動けなくなっちゃう。だからトップスピードでグーンこうディフェンスが待ってたらこういったらうわーみたいな、で相手がこっちだっつって動いたらこっち行くみたいな、うるさいと携帯のせいに、それができるようにする。さらにボールキープで狭い時に何て言うんだろうな、発生がダッシュボタンを押してダッシュボタンを離して低速ドリブルに移行する時、次の一歩の移動が速くなるんですよ、ボールキープって。まあそれだけじゃないんですけどね、そういうところがあるんで、そのガーってこっちにダッシュドリブルってしといて、ディフェンスが寄ってきたらちょっとスピード緩めてこっちみたいなのがボールキープだと速くなると。でさらにボールキープが速いとこっちって見せかけて相手が動いたらまたこっちとかもできるっていうので、この3つの能力を上げました。でこれはまあ全部のフォワードに通用するってわけじゃなくて、ロマーリオに通用する能力ですね。で、今回そのロマーリオちゃんの、
新しいねロマリオちゃん試合で使ってみたんで、どんな能力で動いたか、どんなプレーが際立ったかを見ていただきたいと思います。ではどうぞ。はい、まずこちらですね、ロマリオちゃんトラップして狭い範囲でもこうやってディフェンスを避けながらで、ダッシュスピードで角度変えて緩急つけてキュッキュッってこうキュッキュッってやった後にシュートを打つ、そういうことができるようになったと。これがやっぱドリブル系の能力を上げたロマリオちゃんの強みです。そしてこちらですね、ここでボールをカットしますと、ボールカットしてこの速さで、ここいろいろできる、最後シュートブロックされちゃったけどいろいろできて、あの位置からシュートコースを作って、まあ、ファーという入りやすいところを狙えたと。これもドリブル、マルキニョスちゃん、爆発してますね。ほら、ね、狭いところで、はい、トラップで相手をこう揺さぶって、はい、どうする、揺さぶってをどうするみたいな。でちょっとフィジカルも弱いからゴリッといけないとこあるけど、どうするみたいな。ここ抜けちゃう、ここ緩急、これもう最高でしょ。これ緩急スペシャル上げなくても、うるさいぞ携帯のくせに、80ちょいでもドリブルさえ高ければこんだけスピードが出るって素晴らしいところでございます。はい、という感じで、タイプによって全然違うロマリオちゃんになったという感じですね。右のロマリちゃんも普通に、こういうプレーはできたんですけど、もっとキレがあるんで、かなり厄介な存在になった。で、何よりね、ロマリオちゃんでこういうドリブルを見せると相手がね、こいつドリブルうまいぞみたいな感じで突っ込んでこなくなるんですね。なのでそうなってくると足元つないでワンツーパスで裏抜けとかを狙ったりとか、こっちのね有利にこうどんどん試合を展開して、1点目はドリブルで取って、2点目はワンツーパスで取って、でそしたらまた前のめりになるからまたドリブルで取ってみたいな感じで、もう大量得点を取るこうプランっていうのができてくるっていうのがいいところでございましたね。ということで、1ヶ月経って、こんな感じになりました。ただね、今作じゃあロマリオちゃんはドリブル上げたら強いのかって思うかもしれませんが、結構今作はね、この能力を上げたらこういうプレーができるようになるとかね、もちろんどの選手でもってわけではないですけど、このレベル、この能力を高くしたら、だから80とか90とか、いかなきゃいけないっていうのはあるんですけど、全然ねタイプが違ってくるっていうのがやっぱりね面白い、楽しみ方面白いので、そこを育成してこう見ていくっていうのが楽しみかなって思いました。で、ロマリオちゃんは今現在、僕の今の気持ちだとこういうロマリオちゃんが楽しみみたいな感じですね。なので、今後はねどんどんまた変わっていくかもしれませんが、こういうロマリオちゃんもぜひおすすめしたいよという動画でございました。で、明日はですねこちらの選手でございます。デブライネちゃん、はい、デブライネちゃんが見てください、あれ撮ってました、イベントで撮ったんですけど、そのデブライネちゃんを捨てて、今回、イベントじゃないわ、普通ノーマルで撮ったんですよ。で、ノーマルで撮ってなんか大体4ぐらい上げていくみたいな面白くない育成をしたんですけど、今回ねデブちゃんこちらにしてます。見てください、グラウンダーパスとフライパスだけ全振りです。それ以外の能力は入れてないです。で、半分ずつグラウンダーパスとフライパスに、あ、グラウンダーパスとキック力に入れました。なのでグラウンダーパス95、フライパス95で、キック力93。これ何を狙ったかというと、今作強いインパクトキックをって普通のバツパツで再現できないかと判断して考えました。どういうことかというと、インパクトキックって弾道が速くてめちゃくちゃ強いんですよ。で、それの僕がね着目して、速さがね、軌道の速さが鍵になるんじゃないか。で、インパクトキックの弱点は球がね速いし通りやすいんだけど、出すまでにためがあるんですよ、時間かかる、よいしょみたいな感じで打つんですよ。そのよいしょでディフェンスに追いつかれたりとか、ブロックされてとパスが出せないとかね、通らないとかあるんですけど、これをねそもそもキック力とパスの能力を上げれば、バツパス一つでポーンとインパクトキックのようなパスが出せるんじゃないかなと思ったので、明日はこの動画になります。で、この動画をねこの結論に至るまでに、懐かしの間違えてレベルを上げちゃったイヘアナチョちゃん、あ、オヌナチちゃんだっけ、オヌナチ、あ、違う、イヘアナチョちゃんだ、イヘアナチョちゃんに、ちょっとね、身代わりになってもらってですね、イヘアナチョちゃんもごめんなと、いなくなってるぞイヘアナチョ、あ、いたわ、見てください、この俺のイヘアナチョちゃん、キック力だけを上げられてます。キック力だけを魔改造したイヘアナチョにしました、で、パスは67とフライパスが66で、これで速い弾道のパスを出そうとしたんですが、
速い弾道のパスが出たり出なかったりしたんですよ。出るときはめっちゃ速いけど、出ないときはめっちゃふわーみたいな。あそこで俺は気づきました。グラウンダーパスがこのスピードをの安定感を演出してるんだと。だからデブちゃんはグラウンダーパスを上げました。これが明日の動画です。ということでお楽しみに。いろんな育成をして、いろんなタイプの選手にして、でこの選手でどうしよう、どういうプレーをしよう、それがうまくいったら楽しい、そういうイーフトライフを送りました。皆さんもやってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。